久保さんバグっていう表現いいっすね、まあ、確かにあのバグって起きますよねうんだからあの人間でもまあこれはうーん言うとちょっと微妙な部分あるかもしれないですし誤解を招く部分もあるかもしれないですけどもまあ普通に人間ってあの普通の目と鼻と 口と手,手が2本と足が2本みたいな感じで通常はそれなわけじゃないですかでも世界を見るとまあバグという表現をしてはいけないかもしれないですけども足が3本で生まれてくる人もいれば目が1個しかない状態で生まれてくる人もいればあの何ですかねまあ 探せばいっぱいいると思ういっぱいといとうかまあ何人かまあ世界規模で言うならば何人ではないとは思うんですけども正常に生まれていない、えー、子供たちもいますよねうんだからそのコンピューターの世界でも人間の世界でもどんな世界でもまあそういうその通常ではわからないことが起こりうるっていうのがまあ事実としてあるんじゃないかなと思います。 一般的なその方程式ではない方程式が存在するっていうのは事実だと思いますね。うん。だからそれでも人間が今後テクノロジーが開発されてそのなぜそのそういうことが起こってしまうのか原因は何なのか遺伝子と遺伝子が重なった時になぜそういうことが起こってしまうのかっていうところがもし解明されたとするならばもしかしたら。 バグみたいなこことが起こらないまああと病気とかもそうですよね。うん普通に健康でね例えば健康に気をつけて健康食品を食べていて、まあ、健康な生活習慣をしていても病気にかかってしまう場合もあるわけででも不死だらな生活をしていてもまあなんか80歳90歳まで生きる人もいるしだからこれも不思議ですよね。うん まそのうちでもそこっていうのは解明されてくるんじゃないかなとは思いますけどねまあ何年後かわかんないんですけど何百年後かわかんないですけどうんまあバグっていうのは今のところはっていうところだでもそのその100年後の未来に関してもそういう完璧なもの公式ができたとしても新しいバグが出てくるかもしれないしねまあこれはわからないですね うん、でも一つ言えるのはまあ現状としてあるっていう事実ですね。うん、その事実に対してどうその,そのバグが起こった時にどう向き合えるかっていうところですよね。い、うん、ってらっしゃい。